皆さん、こんばんは、ヤッホー。こんばんはです。はい、今日はコロッケを作っていきたいと思います。はい。そう、コロッケやっと作る。見てー。でれれれれ。じゃがいも買ってきた。あとは、ひき肉。なんかねー、あれ、キャベツとかも入れていいんだっけ？あれ、キャベツとかも入れていい？めちゃくちゃもう、見て。やばいけど、この。ね、キャベツも入れれるんだったら、入れたいなと思います。コロッケー！あららららら、こんななっちゃったの。やばいやばいやばい。デザイアラブリー、ハロー、こんばんは。ありがとうお姉さん、お久しぶりです。こんばんは。あ、バロさん、コロッケ来た、こんばんはです。ヤホヤホ。武田さん、こんばんは、ヤホー。コロッケ、おにぎりさんもこんばんは、じいちゃんねるさん、こんばんは、なりすけさんもヤホヤホ。たかちゃん、こんばんは、電波じいりす。だすだすさん、こんばんは。あ、青木さん、こんばんは。リガトーネさん、顎、もう顎見ないで。見ないで、顎。こら。上条さん、そのズームを胸のところに。めっちゃびっくりしちゃった、今。本当にさ、なんかこうやってやって、ちょっと近づけようかなと思ったらさ、めっちゃさ、ドゥーンって来てさ、めっちゃなんかさ、唇だけだったじゃん。びっくりした。今の何がいいんで。荒れてる。その立派な顎、やだー、見ないで、恥ずかしい。ラーメン大好き、りさん、こんばんは、最高。とか言って。よいよ、はちょうちさん、こんばんは。岩高さん、こんばんは。今夜コロッケ、笑いっぱなしおもろいです。すいません、本当に。あやらさん、こんばんは。やほー。セレクト B ボーイさん、ハロー。たかちゃん、サムネの透け感。ね、もう透けてんのよ。いいのよ、これ。透けさせとこ。たけちゃん、カメラズームのアップ面白かった。タムリン、こんばんは。やほー。シュンさん、ドタヘピでした。ありがとうございます。あ、エルビスさん、こんばんは。セレクトビーボーイさんが、かわいいへそ。へそありがとう。へそかわいい。村上さん、好きよーって、こんばんは。やほー。竹正さん、リダさん、大好きです。ありがとうございます。バロさん、顎食いしたくなるよね。やだ、顎食いしないで。青木さん、どうした？何が？なんかね、ドアップにズームインしすぎちゃったら、なんか治んなくなっちゃったの。なんか、こうやってやるからいけないんだと思う。こう、なんか、両手でピッてやんなきゃいけないの。こうやってやったりとかしたから治んなくなっちゃったの。こうやってやったらまたヒュッてなっちゃって、ドアップみたいな。ねえ、びっくりしちゃった、本当に。じゅん、まむらさきさん、はじめまして、こんばんは。頭おかしいさん、こんばんは。やっほー。ぼちゃなんちゃらさん、こんばんは。たけちゃん、いい服装だね。ありがとうございます。ポップダットさん、ハロー。MKB さん、めくりてーって来てますね。こんばんは。あ、猫大王さん、こんばんは。こんばんはさんも、こんばんは。テリーさん、ハロー。運び屋好きな人に幸せをさん、こんばんは。ヤッホー、サムネひっくり返った。ありがとうございます。はい、ということでですね、とりあえず今日は、じゃがいも、ね、ずっと、コロッケを作りたいって言ってたじゃないですか。そう、だから今日は、コロッケを作りたいと思います。コロッケを作ろう。あれ？これチンしていいの？これってチンしていいの？このシリコン系のやつ。いいんだよね。じゃあもう、ささ
じゃがいも洗ってわっ嫌な音チンをして多分チンした方が早いと思うんだよね。そうそう、わっ鍋ある。チンしたいと思います。じゃがいもね、よいしょ。またすいたよ今日。今日お腹すきすぎやばい本当に。今日はみんな何食べたかな、ね、私はですね本当に、あそうそうそう、なんか沼ができちゃったの。沼沼知ってるかな、マッスルグリルさんの沼っていうあの炊飯器で、あのなんかなんだっけ、そうそう、鶏肉とかあとブロッコリーとかいろいろ入れて作る沼っていうシリーズがあるんですけど、食べ物か、そうなんか私も沼ができちゃいました。とうとうちょっとダイエット食じゃないんですけど、そうタンパク質多め、そして野菜も煮込んじゃうスタイルでね、そうそうやったら沼ができました。ちょっと見せてあげる。ちょっとお腹空いたから一旦沼食べたいもん。何するんだっけ、ラップちょっと待ってねみんな。じゃあちょっと電子レンジでチンされて、チンされてくださいね。はいはい。っていうかさ、めっちゃ汚いじゃんこの家。やちょっと見ないで。見ないでほしい。汚い、汚いねこのね、この何くるくるしてない、大丈夫。めちゃくちゃやる場所を外れるってこと多いよね。さんエイジさんがちゃんコロッケコロッケって言ってる。ジョージ・サットさん、I love you, Chubby. Thank you. ローリン、マリアのサンフォクさん、こんばんは。津田です。元気ですか？元気だよ。バラさん、なんなら掃除に行きます。いただきたい。本当にね、掃除苦手だわ、本当に。バラマスティさん、すぎおのってきてる。すぎおのってなんだろう。皆さん今日はぬくかったです。今日あったかかった。半袖でねゴルフ練習行きました。ゴルフはい、細田さんが嫁に欲しい、ありがとう、応援してます、ありがとうございます。デコトラさんだ、こんばんは、久々で岩原さんちゃん、俺は唐揚げ、酢豚、黒酢、ブロッコリー、麦ご飯食べました。あすごい健康的。杉尾のキャンってなんだ、杉尾のキャンって。小川さん、サムネの破壊力ありがとうございます。すごいよね。でもすごいあれなの、ここなんかなんだっけ、あなんかすごい、何、あなんかめちゃくちゃあれだな、なんか画質荒いけど大丈夫、みんな見えてる、なりましたねって。あカブちゃんだ、カブちゃんこんばんは恋してるカブちゃん、最高じゃないか本当に。もういいな、いいな、もう少しお腹出して料理してくれませんわ、やばいめっちゃいける、見えない、ソーセックスなんか急にくるくるなって画像悪かったもんね。やばみやばみ、いやお腹すいた、ちょっと沼食べようかな。でも沼2日目なんだけどさ、腐ってない、それが心配、沼、沼の心配なんか急に画質荒いよね、画質なんなの、画質マジで。ある意味リア充してる、そうだよね、ちょっとなんかめっちゃカブちゃんリア充してるイメージ、なんかすっくるくるなってる、確かにちょい画質荒いだよね、カブちゃんうさって、確かに画質荒いし Wi-Fi かな、エルビーさんマイナス10万円ショットの欲しいものですね、入れてなると抵抗ありますか、切ってみたんだけどいかが、腹で過ぎてる、やば、恥ずかしい、もう一回 Wi-Fi つけていい、申し訳ない、お腹空いた、ちょっと沼食べよう、沼
待ってね、今スプーンを全部出しちゃってるから、ちょっとちゃんとね、芋もっといっとく？溶けちゃう？ちょっとお腹すいた。あ、すごい、もうトロットロじゃんこれ。もう鶏胸肉がもうトロトロ、すっごい。そして色やばい、ブロッコリー溶けちゃったよ。あとキュウリも全部、また熱いんだよね、この沼が。見せてあげる、沼熱い。ちょっと待って、みんなちょっと待っててね、コメント読みます。あ、熱い、めっちゃ熱いんだよ、ほんとに。終わり。じゃあ、言ってた沼を見せたいと思います。これが沼です。で、沼すぎない？これ。そう、これブロッコリーがね、この沼の色を出してますね。すごい。でもこれめっちゃ高タンパク質で、あとブロッコリー入ってるからめっちゃ体にいいんだよね。で、ちょっとご飯も入れて、そう、おかゆチックな、はい、感じ。これ2日煮込んでるからね、大丈夫かな、酸っぱくないかな。うん、大丈夫、まだ美味しい。いや、炊飯器料理って神だね、本当に。最近見ちゃうもん、すごく。うん、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 沼沼。うん、うん、声は喉くるくるなってますってね。あ、関根アナさんこんばんは。コロッケは難しいと思いますが、ウソマリさんだったら料理うまいから美味しくできると思います。頑張ります。バルさん、沼ってすごい名前だよ。マジタンさんも大っこかってみたいで、下半身ノーパンみたい、やだー。オッケー、バロさん綺麗になった、よかった、グーってなってきてる。佐藤さんこんばんは。カブちゃん仕事から帰宅中だから離脱します。了解カブちゃん、またね。グーってきてます。ユーストハーンチキンってきてます。イエス、相変わらずめっちゃ可愛い、ありがとうございます。ザキボーイさん。平山ババ福岡からこんばんは。お、福岡いいですね。福岡も大好き、ご飯美味しすぎでしょ福岡。ねちょっと待って、これを食べるの。沼すぎない？ほら、やばくない？沼。おいしい。ぶっちゃんも食べたい？こっち反映されなくなっちゃった、コメント。知ってる恋ちゃん、久しぶり、こんばんは、やほー。ふみまるさん、毎度マリアちゃんで、こんばんは。あ、太郎さんこんばんは。猫タイムさんもふむふむにあって、エルビーさん、マリアちゃんまだ落としても渡してないけん。こんばんは、やっほー。ハングオーバーさん、ユーソーホーって、センキュー。大好きさん、炊飯器活用してね。そう、めっちゃ活用してるよ炊飯器。山中さん、マリアちゃん美味しい、あ、いただきます、体よろしく。山田さんこんばんは、ありがとう。すぐちゃん、お、すぐちゃん久々に来れたね、嬉しい。すぐちゃん、やっほー。猫大門さんが輪っかかと思って目をそらしたけど、父親で安心したにゃ。勝志上川さんこんばんは。トリプルランナーさんこんばんは。母さんこんばんは。スネアセンさんもこんばんは。マキマさんもこんばんは。お、ハイボール飲んでるね、みんな。岡田さんこんばんは。何コロッケ作るんですか。もうひき肉かな、ひき肉となんか、あの、玉ねぎかな、忘れたんだよね。はい。自分も料理してました。お、いいですね。ひでつぐさん。
すげーって来てますね。ふみまるさん食べてる姿超セクシー、ありがとうございます。太郎さんがジブリは、今日はねジブリ出現しないんですよ。ジブリね、ジブリ今日いないの、ごめんねみんな。今日はねいないのジブリ。うん、うまっ、ほんとおいしい。うんうん、うまい、沼美味しい、うまっ。はい、じゃあチーズできたんじゃない、終わったんじゃない。これさすがなんかすごい湯気出ちゃって、これをこれをどうするかな。あーやばい、洗い物もしないといけない、もうやだめっちゃやることいっぱいあるんだけど、待ってね。あでもなんかもう電子レンジでできそうな気がしてきた。この肉もコロッケの作り方って教えてくれない誰かレシピ。え、なにひき肉チンしちゃっていいかな。ダメだよね、ひき肉はね、固まっちゃうからね、やめよう。はい、大阪に行きます。よし、ちょっと待ってね、コメント、コメントを読みます。まあ、え、来た。来たな、まず来たな、なにこれ。いいよ。今夜も食べてるね、すぐちゃん。食べてるよ。カーズジジイさん、ハラーとか言って。こんばんは。竹マーサーさん、もう少しお腹出して料理してください。恥ずかしい。チャンピオンズさん、巻き舌何秒できるかやってみて。グルル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 ルじゃがいも柔らかくなったかな。なったなった。久々にクリポッチャリ行きますかって言ってる。うっかりポッチャリジャパンカップ、動けるレブことレサマリアですっていうねキャッチフレーズがあるんですよ。はい、トリプル旦那さん、今週のお弁当の作り置きしてましたよ。おお、いいですね、お弁当作られてるんですね。岩永さん、みれちゃん、コロッケ早く作り、じゃがいも早く潰して大丈夫ですって。なるほど、やります。知ってる、こいちゃん。お腹チラ見せかわいいよ。恥ずかしい。見ないで。見るんじゃないよ。ゆかり、私の家にも常備してます。お、ゆかり美味しいよね。この間さ、こいちゃん、ゆかりご飯って、ゆかりご飯と七味で混ぜたらめっちゃ美味しかったよ。やってみて。この前のゴルフはどうでした？この前のゴルフは、どうだったっけ。108です、この間のゴルフは。はい、エルビスさん、ズームオフ会参加しようか悩み中。エルビスさん来てよ。そう、2月の20日と21日ズームオフ会やります。皆さんぜひ来てくださいね。ティランパパさん、めっちゃ綺麗で本当美味しそうに食べますね。福岡も美味しいものいっぱい。本当ですよね、めっちゃ福岡美味しいものいっぱいありますもんね。そう、もう大好き大好きさん、混ぜるのを混ぜてコネコネして成形してあげる。はい、わかりました。じゃあ適当でいいってことですね。はい、じゃあ適当にいきたいと思う。ねえねえ、152円のね、牛肉豚ひき肉が 20% オフになってね、121円で買ったの。超良くない？嬉しみ。安いっていいね。はい、で軽くこういった話、サイラシここにいたわ。よし、炒めます。ちゃんと炒めます。ほらやってるよ
え、ひき肉ってなんかつけなきゃいけないやつ、いいよね。You are little berry あ、なんちゃらかんちゃらって書いてある。わかんない。猫トラさん、ありがとう。猫大魔さん、頑張るね。あーさん、ゆかみとすごい体型ですね。そう、横から見るとすごい体型だよね。私もそう思う。ほんとそう思うわ。かんキャピキャピし、かんさんがキャピキャピしてていいね。さっきも優勝してください。よしよし。バラさん、玉ねぎとひき肉を塩コショウで炒めてじゃがいもと混ぜてやない。ちょっとさ、玉ねぎ買うの忘れちゃったからさ、玉ねぎ抜きでいい？コロッケ。玉ねぎ抜きでいい？キャッ！塩がこぼれた、最悪。あ、塩、コショウどこにあるのかなと思ったら、こんなところに置いちゃったのね。テーブルコショウでいきたいと思います。もう余熱でいいんじゃないかい？ハンゴーボさん、I like! チャンピオンすごい、めっちゃ上手って。タガさん、引っ越し後どんどん生活感出てきた台所。やばいよね、めっちゃ出てるよね。中瀬さんが、10回見るとものすごい厚みです。大西さんが羨ましいって来てますね。ひまきんさんもハイグレ水着で配信した方がいいんじゃないと。いや、ちょっとハイグレはちょっとできないんですよね。レイヒルさん、目のやり場に困る。すぐちゃん、かわい見ないで。ありがとう。スナック屋から来た。顔なしさ。ピソさん、こんばんは。お腹見えてない。お腹見せてるんですよ。なりすけさん、うささんにまずな料理は求めてないんです。自分、目分量最高。シースルーフーブーテ。つよし、高橋さん、こんばんは。クリスチャン、なんちゃらさん、ベイビーできてる。玉ねぎないの、佐藤さん。今永さん、村ちゃん、コロッケ、じゃがいも潰して、胡椒少し入れる。肉、もう、ねえねえねえ、皮むかなきゃいけない？皮。じゃがいもの皮ってむかなきゃいけないもの。熱いなぁ。でもさ、じゃがいもって温めたりとかすると、皮ってさ、ポロポロむけんだよね。熱いなぁ。何なの？すごいすごいすごい、気持ちいい。気持ちいい、見て。つい、気持ちいい。でもこう向ける瞬間が気持ちいい。あー、いいねこれ、最高。なんかさ、玉ねぎとかさ、皮もそうだしさ、ニンニクもさ、こうチンするとすごくさ、いい感じになるじゃない。熱いね、熱いね、これ。熱い、助けて、熱いよ、熱い、本当にダメだ。じゃあこっち行こう。めちゃくちゃ熱いんだけど。あー、熱い、熱い、熱い、うさちゃん、ありがとうございます。ありはせよー、ありはせよー。ベンチのマックス50キロで滞在している私。いいじゃないか。岩永さん、ウレちゃん大丈夫です。夏目合唱してるといいですよ。お、なるほど。猫田山さん、お手製コロッケ、オスどもの胃袋は静かみにゃーって。森本さん、こんばんはー。頭が世界進出できそうです。世界進出しちゃう私。タララタラ、なんだっけ、なんかあのさ、太っててもいいのよってお母さんが言ってくれたみたいな曲あるよね。No trouble, トゥトゥルトゥ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  No trouble ってやつ。トゥルルタン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 。熱いんだよね、めっちゃ熱い。そう、わお、熱いんだよこれ、本当に熱い、熱い。つるってむけないかな、皮。ちょっとくらい皮入っててもいいよね。ダメ？皮は剥かないとダメかな。美味しいじゃん皮。じゃがいももね。
地味、めちゃくちゃ地味。このじゃがいもの皮を剥く作業、あっつ、助けて。今日もムチムチねって、ありがとう、ありがとうございます。これなんだろう、なんかおかしいんだけど。チンすればよかったの、皮むいてから、皮むいてからかん、むいてーって。バロさん水出しならし、ならしたら、なるほどね。デコトヨさん頑張って頑張ります。学生の時はギャルでした、頼れる系の。私ギャルじゃないの普通です。岩崎さん、マリアちゃん、じゃがいも潰すときはさじ潰すそうです。あ、スプーンね、オッケー。加熱する前に剥くべきでしたね。で、小太郎さん、僕はマリアちゃんにメロメロありがとう青木さん、蜜少し出して指冷やしたのに。なるほど、小林さん、ヤッホー、お腹出てるよ。志村さん、初コメ素敵ですね、ぽっとりです。これからも拝見します、ありがとうございます。チャンピオンズさん、マチジタベチなんですよ、共感できます。ちょっと共感できないかな、ごめんなさいね。あつさん、こんばんは。すぐちゃん、ふうふう。エルビスさん、卒業式の歌で旅立つの歌なんかあるのって。旅立つの歌、ちゃん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 、白い光の中ですか、わかんないな。まるさん、あ、キッチンペーパーでつるっと巻けた。あ、確かに。あ、キッチンペーパーね。この間なんかどっか落っこっちゃったんだよね。どこだったっけ、どっかにあるんだけど、もうめんどくさい。でもいけそう、ちょっとちょっといけそう。負けないで、もうす指の皮、本当に負けないでほしい。指の皮、熱い熱いついよ、これつい、つい、一瞬一瞬でめくるとなんか結構いけるかも、結構いける、いけそう、いけそう、いけそう。よし、じゃがいも強いな、マジで。なんかさ、じゃがいもと豆腐って強くない？めちゃくちゃ熱持つじゃん。なぜ？でんぷん何が多い？ついつい、さあ見て、頑張ってここまで剥いたよ、ほら。これ美味しいかな。うん、うまっ、じゃがいもうまっ、じゃがいもがうますぎ、甘っ、じゃがいも甘い。あっち、マジで熱い、ちょっと待ってね。でこんな熱いわけ、いけた。はい、じゃあスプーンで潰していきたいと思います。でもスプーン洗わないと。はい、もうさ、ちょっとさ、皮入っててもいいよね、皮、ほら潰しちゃうよ。曲がった気がする。あー、じゃがいもにこれにさ、バター入れて超食べたいんだけど、これにバター入れてもう速攻食べたい。あ、てかさ、この中にさ、バターちょっと入れちゃうのありじゃない？ダメなのかな。よいしょ、ほら、待って、めっちゃ美味しそう、やば、うまっ、うまっ、待って、芋うまい。ちょっともうちょっと加熱しよっかな。芋がうまい。
うんうん、うまっ。スプーンで剥くと匂いよ。ジープ松崎さんこんばんは。かわいたちんぷらさんこんばんは。あ、力丸さんこんばんは。ゆっくり雲からこちさん、佐藤さん、かんさん、うさちゃん、ゲーム1回変えた。いや、変えてないよ。平山さん、こうが来た時は美味しいものたくさん食べに行きましょうって言ってる。魚は自分が釣りした魚、新鮮で美味しいよ。いいですね。コロッケ作ってます。真壁さんこんばんは。アイラップ入れて水入れちゃえば。なるほどね。もうやっちゃったよ。なりすけさん、これ水入れてみたら。エルビスさん、決めたリアルオフ会するとき募金します。ありがとう、エルビスさん。ちゃんちゃんさん、巻き舌でって。バロさん、そのまま行くんかい。なんか言ってほしいです。すいません。すぐちゃん、頑張ったね。もう向かなくても暑かった。それ分からなかった。青木本私以外歌ったことなかった。本当に小文字で潰そうって言ったの。いろんな意味でやばい。じゃがバターいいよね、すぐちゃんね。ムチムチね、ありがとうございます。バター突っ込んで柔らかくしよう。それいいよね。バター食べようかな。かんさんこんばんはって。真壁さんがバターとベーコン入れて食べる。ベーコンもある。そういえばでもひき肉あるもんな。ガチガチガチさんこんばんは。You perfect, thank you。 かんさん、芋そのまま塩で食べてもらいます。ちょっと待って、調味料っていうかさ、何入れる。ちょっと何入れる。この中に、この中にさ、この芋の中に何を入れる。何入れよう。とかマジで美味しそうなんだけど。でさ、この若干潰れないさ、じゃがいもたちはどうしたらいいの。食感的に残しとけばいいの。ちょっとサクサク言ってるんだけど。わ、これにバター入れて食べたら絶対。ちょっと落ちちゃった。芋はそのまま。マリアさん今日は、あ、川村さんこんばんは。いつも見てます、ありがとうございます。あつあつちゃさんこんばんは。ハローセクシーって来てる。ハロー。高栗さん、コンソメ。コンソメもいいですね。 You like Thai food って言ってます。あなた Thai food。 Yes Yes I do。 大好き。シンプルに塩コショウ。まあそれもありだよね。上着が透けてますが大丈夫ですか。花柄がエッチ見ないで。エルビスさん本当に、はい本当です。エルビスさん参加してよ。ちょっと待って、じゃあこれ入れます。とりあえずひき肉はもう入れるね。ひき肉は入れます。ひき肉入れてからの、うわめっちゃ美味しそう。何、ちょっとやば。でこれに、自家製コロッケとかさ絶対美味しいに決まってんじゃんね。作ったことないんだけど初めて作るわ。なんかでもさ男の人とかさ、ママの作ったさコロッケが美味しいとかさ言うもんね。手作りコロッケうまいみたいな。私もそういう風に言われたいな、未来の旦那に。未来の旦那に、まだいないからさ、未来の旦那に。パスタパサになんないかな。で、これに塩と、塩入れます。塩と胡椒って、テーブル胡椒でいいのかな。テーブル胡椒好きなんだよね。あ、今藤さんこんばんは。佐藤さん、揚げたらソースかけるから塩胡椒少々で。にゃんこ先生こんばんは。やっほー。じゃがいもと同量のバターとにかミシュラン三つ星やば。でもバター入れよう。私バター入れよう。バター入れちゃおう。そう、これ小林さんからもらったバターナイフ使ってます。ありがとうございます。そしてカルピスバターを投入しますか。どのくらい、このちょっと一かけくらいでいいよね。よし、溶けるかな。あ、やばい、胡椒が飛んでる。くしゃみ出ちゃうこれ。くし
臭み出ちゃう。あ、やばい。趣味だった、ぐるっていうの。 I can take it to eat って聞きます。志村さん、丸いコロッケが可愛いかもって。確かにコロッケ、何にしよう。コロッケ食べたい、食べたい、食べてほしいの、みんなにも。うさちん可愛い、母さんありがとう。ねりすきさん、揚げたては何もうまい。それな、うさちん料理上手だね、ありがとう。まだでもできてないけど。バロさん、できてからケチャップとマヨ、オーロラソース、オーロラソースもいいね。あー、バターがいい感じに溶けてきてる。最高。最高じゃん。SEC さん、うさむねさん、こんばんは。コロッケにはソースだけど、魚介類のフライならレモン派。わかるわかるわかる。アジフライとかの美味しいですよね。レモンかけたら。アランコールさん、You are beautiful。Thank you、高倉さん、うさむねさんか。ありがとうございます。達成サブさん、顔だけ見る体型が全く想像できない。そう、そう。そう言われるんですよ。顔だけ、顔はこんななんですけど、なんか体型がとんでもないんですよ。なんかこれ前でしょ、横、横やばいから、ほんと横やばいよね、今見てる私も。で、なんだっけ、タガちゃんくしゃみしてお腹揺れたのないでしょ、やめて。竹山さん、ありがとう。エルビさん、バタープラスマヨネーズ。あー、マヨネーズも美味しいかもね。入れようかな。ちょっと一回味見するね。母さん、そっに今日もキャピキャピ行こうって。はーい。知ってる子やつは、くしゃみやだー。ジャキボーイさん、うさちん、料理うまそう。ありがとう。青木さん、高田さん、それ内緒。ねえ、青木さん、内緒だよね、それね。志村さん、マリアさんの相棒に候補します。毎日癒されそう。本当？うるさいよ私。ロックバースは全然やばくないですよ。ありがとうございます。マラさん、フェチにはたまらんしよって、ありがとう。で、CC さん、ウサマリアさん、ちょこっとおへそ見えてた。おへそかわいいだろう。恥ずかしいかな。そう、おへそかわいいだろうとかなんか言うしかないの。ちょっと待って、味見する。見て、コロッケの具できてきた。見て、いやー、美味しそうじゃないこれ。ちょ、食べるわ、一回食べるわ。めっちゃ美味しいんだけど。あ、私もうこのままで食べたいわ。揚げなくてもいいかも。まっ、まっとい。塩入れよう。あとマヨネーズ入れてもいいかも。マヨネーズ入れよう。あ、私そうだ、ゆで卵を作ってこの中に入れたかったのに忘れてた。マヨネーズ、マヨネーズも入れよう。でさ、パン粉買ってきたんだけどさ、どうやってつけんだっけ。いいね。なんかちょっと砂糖も入れても良さそう。もうさ、すぐさ、太っちょは砂糖とか入れちゃうよね。なんか甘くしても美味しそうだったな。よいしょ、いいんじゃない。え、ちょっとさ、楽しみなんだけど。これさ、もうさ、ここにめっちゃコロッケ。私はね、大白ごま油で揚げます、それが。よし。少量の油でいいよね。このくらい？このくらいでいいか。よし。で、パン粉はどうやってつけんの？スタイルいいね。ありがとう、エルビスさん。タガちゃん、100人見てる。ありがとう。本当に。志村さん、おいしそう。それ、アメサマレスの個性ですから。100人いっても大丈夫。カーンさん、
山田さんこんばんは。チャンピオンズさんできるの本当に羨ましい。本当できないんですか。青木さんマジでマヨ最高です。万能調味料。確かにマヨネーズね美味しいですよね。なによブブチッチ。うちのねお子ちゃまがねうるさいの。ブブちゃんっていうね。ブブちゃん、はい、はい、みんなにこんばんはして。こんばんはは食べたいんだよね。お腹すいたの。くさっこの犬臭いの。ちょっとマヨネーズ入り食べてないから。うん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 、めっちゃ美味しい。これマヨネーズ入りの美味しい。うん、ナツメグも入れた方がいい。ナツメグあったかな。でも確かに私ちょっとカレーっぽい感じのもう好きだから、ガラムマサルルなら言えな。あったかも。ナツメグ、クミンだ。これクミンはやめとこう。まあいっか、最初の段階はこれでいこうかな。うさちゃん皆さんピューして、せーのさんヤッホー丸くじ卵につけてパン粉かな。プリンさんがこんなにぽっちゃりしてたっけ。ぽっちゃりしてたんですよ。パンさん、うさちん教室だったら真面目に教できるかなって。あ、ななめさん久々こんばんはチャンピオンどうやってやってるんて。どうやってやってるの。なんかね、なんかルルってやる。ルルルルルって。ハチさんヤッホーベリーキューチドア食ってきて。サガちゃん、ジャガイモ丸める。小麦粉つけて、溶き卵つけて、周りにパン粉つける。なるほど。お、ゆうちゃんヤッホー、わかるよ、名前。ゆうちゃんだ。ブボちゃん、こんばんはって。イエス、アイラーク、センキュー。かわいとってました。明太マヨで食べて食いたい。確かに。絶対美味しいわ。ぺちゃん食べたいの。なに ?I like your body. センキュー。ティエさん、初めて見に来たんです。毎日配信されてるんですか。最近はなんか毎日はできてないんですけど、週に 1,2 回したりとかしてますね。はい、ぜひまた見に来てください。ほらさん、卵つけて小麦粉つけてパン粉。クミンはやめようって。タガグーさんが、タガちゃん、セブさん、ヤホヤホ。ウルビーさん、ハチさん、お久しぶりです。介護どうでしたかって。ナリスケさん、味見でなくなってしまう大丈夫、めっちゃあるから。ジャマーホン太郎さん、マリちゃんこんばんは。こんばんはカーさんがピュさん毎度、ナオキさん、マリちゃんかわいい、ありがとうございます。青木さんが隠し味で味噌なんてどう。ああいいいい、めっちゃいい。味噌めっちゃいい。チーズも入れたいんだけど、この中にクリームチーズとか入れたら絶対美味しいと思う。ゆうちゃん、ママに分かるように変えたのって。あ、そうなんだ。ゆうちゃんありがとう、分かるよ。ゆうちゃん、あ、全員ナチュラルって来てます。イエス、めっちゃナチュラルだよ。ピュアナチュラルです。ピュア？ピュアオイル、ピュアオイル。何ブーちゃん、何そんな怒ってんのあんた。テスト、皆さんヤホーヤホーって。ゆうちゃんがテスト勉強やるからすぐ落ちちゃうけどって。了解だよ。シェルさんポテサラで終了するんじゃん。その可能性はやらない。大丈夫、ちゃんと作る。ちゃんと作るから待っててって。ウルビスさん、卵と小麦粉混ぜた液に浸してそこにパン粉つけるのさ。ハチさん、自己採点の一応合格ラインに入ってます。資格のことでもろもろ最近配信に持ってこれなかったんですが、一つ肩の荷が多いのでまた遊びまくります。遊ぼうハチさん、それは遊ぼう。チャンピオンさん、舌が振動してるんですか。そう、舌がね振動してるんですよ。カンさん、なりちゃん俺また宝くじ外れたって言ってる。ティエさん、かわいいって。なんでブブ怒ってんの、意味わかんない。ゆうちゃん、あ、そうだ、朗報にそのために来たぞ。え、なにゆうちゃん。岩永さん、ムレちゃん、コロッケ、オリーブオイル、少しフライパンあげます。なるほど、オリーブオイルね。トリュフのオリーブオイルのこれね、美味しいよ。これ美味しかった。これでやればよかったな、確かに。あ、危ない、床に滑ったね、めっちゃ。ハチさんが応援してくださりありがとうございます。ハチさん、よかったよ、本当に合格ラインにねっていう。よかった、さすがだわ。めっちゃでもなんかゲームとかもさ、ハチさんやってたのにね、ちゃんとなんか合格ラインに自己採点に来たのすごいわ。おめでとう、おめでとう半分カレーコロッケ、
それもありだよね、本当に。どうしよう、カレーコロッケも食べたい。どうしよう、ゆうちゃんが月末に白井からピースも買う。お、一緒にエプできるじゃん、そしたら。You are body is very sexy. I love you. Thank you. I like you. って言ってる。なりすきさん、俺が仮に宝くじ当たっても声がない。やめて、なりすきさん、マジです。エルビスさん、一安心ですね。落ち着いたらマリア氏に電気買ってあげてねって。電気順番するみたい。あらついポッピンアルジね。てことらさん、生マリアちゃん見れます。調査さん、感謝でみたいにやらないんですか。生マリアちゃん見れます。あ、それも、なんだっけ、はい、オフ会とかもやるんですよ、その、あの、リアルの。そう、今月はオンラインになっちゃうんですけど、そう、リアルにね、バーベキューとかね、結構しましたね、去年はね。来てくれた人ありがとう。今夜は画像くるくるなります。あ、違う、これ違うわ、こっちだ。やっぱりそこ無理だね。またまたサウナ行ったよって。キリンデモン箱買い。プリンさん、これはファンの方にいただいてます。ゆうちゃん、そうやろうって、やろやろ。ゆたかさん、こんばんは。ちひろちゃんもこんばんはかな。はちさんが、イエーイ、マリア氏に応援されたおかげですわって。本当に。本当、ゆうちゃん、ママは前よりぽっちゃりした。もうぼっちゃりしてるよ、常に。トマト、トーマス、ハロー、フロムオーストラリアって来ます。おー、オーストラリア、ハロー。チャンピオンさん、舌が振動してるのがマジで想像できひん。やってる時どんな感覚？なんかね、すごい気持ち悪い感覚になります。はい、ちょっと待って、コロッケマジで作ってこう。やば。待って。どうしたらいい？こっちにパン粉？こっちに。ちょっと見て、厚さが違うの。これどうしたらいいの？みーさん、みんな助けてくれ。本当にわからない。これ危ない。馬が来た。ブボーっていう馬が来たね。カレーコロッケいいよって。カレーコロッケ食べたい。今田さん、俺いろんな手料理、オリーブオイル。なるほどね。エンドさん、こんばんは。はーいって青木さんが、スーパーハーツノーパンティー。ノーパンティーじゃないね。ザキボイさん、水着料理絶対いい。水着はね、ちょっとね、YouTube 的にダメなんですよ。そう。ゆうちゃん、前よりもっと好きになったよって。ありがとう。ぽっちゃりして好きになった。ちょっと若者に言われると恥ずかしいんだけど。すぐちゃんが、僕もバーベキュー食べます。またやろうね、すぐちゃんね。もう早く自粛開けたらやりましょう、本当に。はい。僕も。うさちん、綺麗な肌ねって、ありがとう。こう、前歯出てるからさ、ちゃんとさ、ブロッコリー切ったせいか、あら、なんか全然ダメだな、これ。これキッチンバサミってすぐダメになるね。これもう買い替えよう。全然ダメだ、キッチンバサミ。何これさ、どうしたらいいの。片栗粉、小麦粉、何つけるのが正解。誰か教えてくれ。女子、女子求む女子。真壁さん、ありがとう。あ、純子さんだ。マリアちゃん、今から一緒にお風呂入ろうよ。純子さん。豊かさん、何ち、残念ち、嫌い、夢の中です。あ、そうなんだ。豊かさん、ちいろちゃん、念にしちゃったのか。ゆうちゃん、最近お金なくてファンティアフォローできてないけどって。ゆうちゃんいいんだよ。全然。でもサムネでね、結構見れるので見てもらえたら。ロックマンさんが深い方にパンコ。マジでやば。でも深い方パンコじゃない方がいいくない。どこまで進んでんだ。とりあえずね、中の具はできた。右のなんとなく浅い方が卵でよくない。マジで広い方にパンコかな。深い方にときても完成1時間後ですね。違う。ゆかりおコロッケにでもした。あー気持ち悪いですかって。やだ、チャンピオンズさん、ウケる。タガちゃん、浅い方に小麦粉、ボールに溶き卵で。ゆうちゃん、そういえばこの間、料理ティッシュ。ちょっと待って、これ何？じゃあ何？小麦粉いらないわけね。オッケー。じゃあ卵するね。賞味期限切れだけど、いい？あの、2月4日の卵なんだけど、やっちゃう？
フォークでかき混ぜるっていう斬新でしょ。いいね。はい、これでいい。あ、めっちゃ飛んだ。これで、おー危な。これでですね、つけます。はい、つけました。完成は1時間後だよ多分。本当にそんな気は私もしてます。あー、コロッケー、コロッケー、あー危ない。もうちょっとこっち来てみる？みんな。包丁振り回したように、できる人できない人でペア組んだのってどういうことだ。カニコロが一番好み。わかるわ。小麦粉つけて卵つけてパン粉。嘘、小麦粉もなの？卵は火を。つなぎに小麦粉いんの？やばい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 。助けてみんな。助けて助けて。小麦粉いんのマジで？聞いてないんだけど小麦粉いるの。小麦粉いるのは聞いてなかった。痛っ、痛いやと。もう慣れたわ今の頭。ねえ、たこ焼き粉でいい？小麦粉でしょ？たこ焼き粉でいいよね。だってないんだもん。待って、あれ、待って、みんな待って待って。はい、コロッケ、コロッケにどっちが先？これを小麦粉つけてからの、こう卵をつけてからの、卵をつけてからのパン粉？こんな感じ？こんなんでいいのかな？ちょっとみんな、こないだもなんか入れたよね。できたら入れるよ、やるよ。あ、かわいい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 。ちょっとさ、素早く作りたいんだけど。ボトル一本開けちゃって、力丸さん。ねえ、ゆうちゃん、私も嬉しいよ。あの、期限切れの卵ちょっとつなぎに、火を通すの問題なしとかね。はい。これは普通に塩コショウのやつですね。マジ小麦粉必要だ、ゆうさちゃん。今日もありがとう、ベアさん。一回コロッケ揚げすぎてメンチカツ見たくなった。小麦粉いったのにって。頭ぶつけたよ、ぶつけた、めっちゃぶつけた。ちょっと待って、小麦粉、いや、たあのあれ、小麦粉、たなんだっけ、たこ焼き、たこ焼きのやつでやった。やばい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 よ。また助けて助けて、ちょっとやばいやばいやばい、あー焦げてきちゃったら、やばい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 、マジで助けてほしい。やだー、こんなにすぐに上がっちゃうものなのコロッケって。じゃあここで待機さすとこ一回。やばすぎやばすぎ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう色々準備が追いつかない。やばいやばい、ちょっと助けて。どうしたらいいのこれ。やだー、ちょっとちっちゃくしよう、薄っぺらくして。私ね、分かったの何がないか。おう、あのね、あれがないわ。あ、あるあるある。ねえねえ、あの
リードっていけるよね、油も。リードにしよう。リードにしよう。今回はリードにしよう。やばすぎ、やばすぎ。ちょっと、助けて。はい、できた、できた。焦げちゃったけど、ほら、できたよ。から、ほら、一個、一個できた。え、美味しそう、コロッケ。こんな簡単にできるんだ。コロッケって。ちょっとさ、やばかった今。正解。青木さんテーパってましたね。謙虚にしよう。何べち。青木さん何べち。全部作ってから。はい、そうします。すいません。絶対にそうだよね。私もそう思ったわ。反省します。もうさ、こういうの性格めっちゃ出るよね。本当にさ、適当なんだよ、私。と適当、やだ。コロッケでもさ、作れるように、なんかちょっとなったっぽくない私。気のせい？もしかして気のせい？そしてなんかさ、卵が生温かいのが気持ち悪いんだけど。小麦粉、卵にパン粉をまぶして。はい、高野くんこんばんは。マリアちゃんオッケー正解。助けに行くからマジのお母さん出た。明日のお弁当にコロッケ入れようかな。入れない入れない、火加減強いんじゃんって。ハンバーグじゃない、コロッケ。ケンケンさんこんばんは。たまたますけどライブやってて嬉しいです。こちらこそです。ナイスバリーって来てる。 Thank you。 行きましょう。小林さんならもう2本開けてるかもよって。確かに志村さん、みんなで助けに行きます。助けてくれって本当に思ったわ。さっき油足りないかも。確かに。マリアちゃんコロッケあげて焦げて大丈夫ですか。大丈夫、もう焦げくらいでね、もうなんかどうにかもうならないよ。焦げくらいでね、まあ、大体1個目って失敗するじゃない。そうそう、みんな調べてくれたんだね。ありがとう、コロッケ。よし、一旦上がったやつ味見しようって。確かに、お腹やけどしないようにね、やばい。気をつけます、タカちゃん。お腹とかやけどしちゃいそうだもんね、私ね。よし。いいんじゃない？一回。いいんじゃない？まあ、そうって、あげるの最後にまとめてあげてって。ゆうちゃんじゃあ勉強しよう、おやすみ。ゆうちゃんおやすみって。一人でも感染症がよくないって。ライトあやちゃん、ウサマリアのティロイドが食べたい。優勝だな。ありがとうございます。学歴化社会、こらかんさんダメだよ。ショートモさん好きって来てる。ありがとう、みんなありがとう。ちょっと待ってね、ちょっと待って。コロッケがいっちゃうよ。投入するよ、コロッケ投入するよ。ちょっと待って、今日これ私全部食べるのか思ったんだけど、やば。コロッケ食べれない、コロッケこれ全部食べる感じ、私やばすぎ。でもちょっと味見したいかも、できたやつ。てか美味しそう、普通に。どうしよう、これサクってなってる。うまっ。待って、めっちゃ美味しい。これやばいね。何、うん、やばい。自分家で作ったコロッケマジ美味しいんだけど、やばい。おー、あ、おいしい。なんこれ、やばいやばいやばい。また焦げちゃうから。
いやすごいコロッケ美味しいんだね。ちょっと私びっくりしちゃってるんだけど美味しい。何ビビるわ普通に。あとめちゃくちゃまだあるっていう。なんか味変する？あー下に落ちちゃったよもう。たこ焼きの粉。え嬉しい美味しい。みんなほんとさ自分の家で作ってみてほしいの。もう作ってる方いっぱいいると思うんですけどめっちゃ美味しい本当に。ちょっとこれ感動したわ。こんな美味しいんだ。へー知らなかった。よしいいんじゃないの。コロッケ美味しい。もっとさ綺麗に作れるように頑張るわコロッケ。てか簡単コロッケって。ちょっとさ汚いけどこれコロッケ。あー何これ自家製コロッケうまいな。まあ普通に揚げちゃおうかな。2個分くらい。ちょっと揚げたてでさちょっと食べたいんだよね私普通に。早くできないかなこれ。ぶーちゃんダメだよ。よいしょ。あパン粉もないね。よいしょ。ひゅちょっとコロッケ美味しい。何？何？本当何？マジで何？ちょっと コロッケ。私このコロッケで本当男の人の胃袋これ掴めるわこのコロッケ。それは確信した今。なんか家でコロッケって食べたことないけど。いいね、ほんと。なんか自分でコロッケ食べたくなったらファミマとかで買うんじゃなくて作ろうと思っちゃった。そんなに時間かかんないし。びっくりびっくり。ちょっと待ってね、本当にコメント返したいんだけど、ちょっとこれ一回上がってから返すねみんな。ごめんね。コロッケを揚げてから返したいと思います。いやーちょっとびっくりしたな。こんな美味しいんだっていう。よし終わった。もう手が汚れるのがねめちゃくちゃ嫌なわけ私。よし。見てこのコロッケ見てこれコロッケ。ちょっとご飯炊いてないの本当にさ残念だね私。とんでもないねこれ。よいしょ。下はめっちゃ粉だらけだしね。あー助けてみんな。ダメだぶーちゃん。小麦粉はダメです。ちょっと待ってねコメント読みます。兄貴ついでにさっしーもんチョコラ MW さん、イサムさん、鎌倉のトップスイーです。ありがとうございます。コロッケはそばに食べるの。そば初めて。ちょっと待ってコロッケさ、ちょっと待ってどれ。あれこれこの、あ、ねね、待ってこれさ、オタクソースとトンカツソースの違いってなんだっけ。てかめっちゃ美味しそうなんですけど何ほんと。今やってます。癒されるでも真冬に半袖編み機
そうやで。ゆっくりきつね色になるまであげましょう。いい感じだ。もっとセクシーな洋服。野口さん久々。サクサクホクホク本当に。ライトさんありがとうございます。本当美味しそうだって。人生初コロッケ。そう初コロッケだよ私。そう。ああちょっと焦げちゃった。そう初コロッケで。そうなんですよ。嬉しすぎる本当。やっぱ揚げ物美味しいね。そのコロッケ食べたいって。あメンチカツもやりたい。開封したこの間冷蔵庫へ。コロッケ何カップですか。コロッケは何カップかちょっとわかんないんですけど、コロッケ冷凍庫冷蔵保存したらナップで1枚。なるほどね。お父さん親はお父さんどうですかでよかった。確かにねコロッケお父さんにも作ってあげたいの。よし。こんなんでいいんじゃないですか。ちょっとこれやばみ。これはちょっとコロッケできたよみんな。ちょっとコロッケできたんだけど。ねえ美味しそうコロッケ。コロッケできた。みんなスクショ撮って送ってほしいの。だなー。でるん。めっちゃこれ美味しそうじゃない？このコロッケ。ちょっ焦げちゃったのもあんだけどさ、衣が。ちょっとこれ食べるわ。食べるわ。やばすぎ。ね、これさ、どっち使えばいいの？どっち？待って、珍しく賞味期限が切れてない。これどっち使えばいい？ごめん、コメントがちょっと全部読めそうにないので、ごめんなさい。コロッケをバターで揚げたら。チロイナさんもこんばんは。大崎さんこんばんは。食べたいって。左、俺なら醤油、とんかつ。あ、とんかつだよね。中野さんこんばんは。とんかつだよね、やっぱね。よし、食べるか。やばい、めっちゃテンション上がるじゃん。ちょっと、初めてコロッケ作ったとか、普通にコロッケ作れるんだと思っちゃった。コロッケってお家で作れるものなんだね、ほんと。じゃあ、とんかつのこのソースでいきたいと思います。いや、ほんと今、知り合いの人で私の家近い人は、ほんと、マジでコロッケ食べに来ていいよ。見てたら。じゃあ、食べまーす。見て初コロッケ。ちょっとここまず開けていきたいと思います。見て。見えないね。あー、ほくほく。ほくほく、いただきます。うまっ。何これ。うまっ。うん。ちょ、やばい。ご飯が欲しい。ないんだよね。これさ座りたい。なんかバターがマジで美味しい。バターやばい。バターの感じがね美味しいよ。オタクソースと言ってみる？ほんと食べたくなってきた。いい音してる。おたふくソースで今度行ってみようか。じゃあドゥルドゥルドゥル。これも美味しそう。パンがないんだよな。みんながねパンパンって言ってるんだけど、美味しいねコロッケを食べたいねって。ほんと食べたくなってきた。いい音してますね。エルビスさんがしっかりカラオケオフ会またやるのに、高さんいれば多分楽しいなって感じる今日この頃。中野さんうまそう。美人の料理じゃ、美上手じゃないのよ。すまん、全然ラーメン参加できなくてって。しょうがないですよ。食べる。じゃあ次おたふくソースのコロッケいきます。
うん、おいしい、うん、うん、もうね、もうちょっとお肉入れたいな。でもホクホク、うん、あ、からしね、からしないんだよ。からし確かにつけたい。辛いのつけたいな。たなたなさん、美人になってるんけど、ありがとうございます。まあまあ、美人になって言ってる、みーちゃん。うん。あれつけよう。え、どれにしようかな。これ、これかこれ。ハイサイソースか、これ宮古島ね。これ、これめっちゃ辛いの、これ。これもね、いい感じにね、ホットチリソース、そう。これをちょっと、つけて食べようかな。あ、めっちゃ苦しくなってきた。とんかつソースに、次はオーロラソースって。じゃあ、ちょっととんかつソースつけてからの、この、唐辛子いこう、情熱の宮古島。辛いんだよ、あー、もうこれ、もうこんなんかけちゃったら、もう辛い。お祝いにコロッケあげてって、あげたい本当に。てかご飯食べたい普通に。あー、ご飯食べたい。ご飯辛いのじゃなくご飯粒食べたい。辛いよ、ここ、ここ辛いよ、めっちゃつけちゃった。うまっ、やばっ、待って、これやばい、これほんと美味しい、コロッケと合うわ。じゃあ次こっち、ハイサイソースに行きたいと思います。これもチリソース。あ、タルジュさんこんばんは、はじめまして。キャプテンウィングさんこんばんは。カレー入れてね、確かにカレーコロッケもいいな。いやこれ美味しい本当に。ビール飲むのはって、ビール飲みたい、待って、私なんか飲みたい、これ無理だわ。あ、昨日もらったの、そう大量に。これ美味しいよね、レモンド。ちょ飲むわ、乾杯しよう。まあ今日も飲んじゃう。酔っ払っちゃうな。そこ、はい、みんな行きますよ、カンパリーミーするよ、せーの、カンパリーミー、乾杯。冷たい。あ、確かにビールなんだけど、ビールがなかった。配信つけっぱでもう買いに行っちゃうビール。うん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 、うん、なんかね、この辛いソースあるじゃないですか。私このね、今日コロッケ作ったんですけど、なんか辛って思うんだけど、中にバター練り込んだのね、この芋とひき肉とバター。そのバターの甘みとこの辛さがめちゃくちゃ相性いい。やばい、うまっ。てかほんとみんな見て見て、食べてるところ見てるだけだけど大丈夫？うん、うん、ASMR できるなって。で、うん、内山さんこんばんは、ちゃんとリンリンってみんな。解放したらありがとう、ライトさん。みんなカンパリンリンだね。これビールじゃないんだ。アサヒビールでした。ハチさん、おいらか。あ、かぼちゃコロッケも甘くて美味しいよね。見て。
9% レモン 1.5 個分の果汁。 9% はね、本当に酔っ払っちゃうんだよ。何よ君、食べたいの？食べたいの？気になっちゃうね、これコロッケね。ふっちゃん、くさ。今夜美味しいコロッケお席にせ。岩永さんありがとう、おやすみなさい。よいしょ。しょ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 。うん。おいらは麦焼酎でカンパニーニン見ないでゲップが、ゲップなんか落としてるってやめて。すぐちゃんかなり美味しそうって。エルビスさん本日はハイボール9パーのやつ2本しか飲めない。大丈夫エルビスさん。タエヤンフロンビッグバンさん、あーこんばんはねえ。ハングマン、ハングマンおばさん、レッキュー、センキュー、ハローって来てます。from アジェティナってどこだ？アルジェリア？アルジェンティーナ？関西か、なんか変な音しないって。あの、換気扇の音だね。いい顔してるよって。すぐちゃんありがとう。ハツさんが前足なんかエロくなったな。溢れる出る、溢れ出るチーママか。そう、髪の毛を、あれなんですよ。あれにしたの、なんだっけ、そう、ハイライトを結構入れました。そうそうそう。エロくなったなって、二十歳に言われちゃったよ。コロッケ食べよう、もう。恥ずかしい。佐々木さんご飯食べたのにお腹空いてきました。お腹空くよね。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃった。私も辛いのがいいね。ご飯食べたい。本当にご飯食べたい。これに辛いのかけよう、やっぱ。この時間に人が食べてるの見ると腹減ってくる。みんな何時に食べました、ご飯。でだだだだだだだ。この辛いね、島唐辛子のやつかけます。醤油、カンさん醤油派？前田健二さん、こんばんは、こんばんは。ハツさん何消した今。エルビスさん 9% 出したことないでしょうと。いや、出したことあるよ。プリンさん7時って来てる。7時か、じゃあ普通か。服からはみ出たお腹好き。あら、恥ずかしいよ。ジュンコさんがお風呂入ない肉まん食べてます。ジュンコさんどういう状況？また食べます。とこのとんかつソースと今度ね、宮古島唐辛子の辛いソースを混ぜてみます。ロールキャベツ鍋いいじゃん、ななめさん。にきまるさん、姉さんやっと落ち着いたみたいだねって。あー、お腹を押して、辛い！待って、めっちゃ辛い！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 マジで辛い！じゃあちょっとブーちゃんにこれあげるね。はい。じゃがいもさん。おいしい？うん。金春さん、こんばんは。はちさんがハイボールじゃないのね。今日はハイボールじゃありません。そう、今日ハイボールはね、ちょっとお休み。辛い。めっちゃ辛い。やばい。待って。めっちゃ辛い。やばい。これ辛っ。うまっ。これ通販で売ってないのかな。マジで辛くて美味しい。情熱の宮古島唐辛子、辛い。あー美味しかった。
明日の朝このコロッケ食べよう。あー苦しい。タブリーズリセッシュの白いね。そうそうそう、ここ多いのよめっちゃ。ほんといい顔してる、ハグしようって。ありがとう、ケンキさん。ピコピコさん、ファブリーズ、あ、ファブ、ピコピコさんがね。マリーさんの髪の色が大好きです。スペースボックスさん、ありがとう。プリンさん、全部食べちゃうんじゃない？ちょっとさすがに全部はやめとこうかな。母さん、エサチンが今日しちゃったらって。なんで、つかこつかこさん、こんばんは。ありがとうございます。かがちゃんが後は残して、コロッケパン、コロッケパンだなって。コロッケパンいいね。でも、パン好きじゃないんだよな、あんまり。ブボーマルが元気だよ。ここにね、さっきからなんかいんのよ。ここに、ほら。ここにいんのよ。ね。うん。ふ、辛っ。あー、辛い。ジャコバナナさん、ありがとう。しめさばおかりさん、あ、久々、こんばんは。ジーコさん、こばわーって来てます。こんばんはー。すぐちゃん、すぐ前にあるスプレーがたくさん、そうなの。力丸さんか、無理やねさん、今日は休館日。飲んでるよ。飲んでるよ。うん、うん。ぶっちって何やってんの？何してんの？危ない、払っちゃうよ。ブブオマルは元気です。はい。あー、苦しい。母さんが、たださん、毎度って。雑木林ももさんかな、肌綺麗ですねって、ありがとうございます。竹正さん、恥ずかしくないですか、もう少しお腹出してください。恥ずかしいからお腹出せません。あ、夕方さん初見です、やめて。コロッケ作ったのに、夕方さん見て、ほら自家製コロッケ食べかけ。めっちゃ食べたわ。めっちゃ苦しい。誰か、ちょっと、私の友達見てたら、うちに食べに来て、ほんと。あー、苦しい。めっちゃ苦しい。あー、ご飯だったらもっと食べれんのにな。エリビスさん、ありがとう。ウェピロさん、久々、めっちゃ久々じゃん。ウェピロさん、やほやほ、お元気？ピコピコさん、お仕事は何されてんの？お仕事は、普通にグラビアとかやってます。はい。よかったら概要欄で、他の SNS とか、ファンクラブとか飛べるので、ぜひよかったら見てみてください。鼻水出てきたって言いたいんだよね、今。てか、私の家、なんか手を伸ばせばさ、なんかさ、ティッシュがその辺にある。最高かよ。ハチさんがちゃんと服着てくださいね。ちゃんと服着てるから。おい、何やってんだ君は。母さん、ウサチンとサウナに入りたいよって。コロッケうまそうっすって、めっちゃ美味しかったコロッケ。でもちょっとさ、具をさ、いろいろ考えたい。本当に究極のコロッケみたいに作りたい。何してんのあんたは。究極のコロッケ作ろうよ、みんなで。ちょっと発案してよ、なんか具。てか、めっちゃ熱くなってきた。これじゃない、宮古島の島唐辛子。マジでめちゃくちゃ辛かったわ。辛っ。すぐ行くとか言って。カーンさん、大好きさんが、夕方さん、賞味期限切れの卵を使ったコロッケ食べに行ったら、来る。来る。エルビスさん、兄貴は私のマリアスとサウナ入りたいの。ほんと？あー、もう恥ずかしいわ。ハチさん、ウーバーしてくだせーって。いやー、ちょっと待って。早急にご飯炊く？でももうみんな寝るでしょ、そろそろ。早急にご飯炊いて、ご飯も食べる、一緒に。何？じゃあ何？どうしたの？お腹ちょいたの？どうした？なんかさっきからなんかね、カマとしてるよね、この変な犬が。この犬が。出たの？出たの？君。出たの？グリーンピース入れて、ご飯と味噌汁とコロッケ最高。確かに食べたい。雑木橋もさ、コロッケ以外の芋は何が好きですか？もう唐揚げ。唐揚げと普通にポテトフライが好きです。すぐちゃん、グリーンピース入れてもいいかもね。グリーンピースすぐちゃん好きなんだ。1キロコロッケやばー。ライトさんやばい。1キロコロッケもう YouTuber じゃん。プリさん、付き合わせの野菜なども作りましょう。あー、でもちょっといいかな。なんだっけ。キャベツとかいらないかな。
今度ポテト作ってマックを超えよう。いいね。ハチさん、実は枝豆コロッケ好きです。どうしますか？あー、枝豆コロッケとかもあるね、確かにね。いきましょう、マリア姉さん、たまにはゆっくり飲みましょう。確かに、たまにはゆっくり一緒に飲もうか。ね、みんなでね。中にチーズ。そう、ナナメさん、そう、今度はクリームチーズを一緒に、入れたくない？何？ポテトの中に。ね、じゃがいもの中に一緒に練り込みたい。そう、クリームチーズとバターは必須だな。ご飯炊くには炊飯器きれいにしないと。炊飯器はそこになんかある。チャンネルみなみさん、やはり今日も可愛すぎる。ありがとうございます。ライトさん、企画としてはおもろい。じゃあコロッケ究極のほんと作ろうよ。一村さんがデベット中って。そうですよ。何か問題でも。たださん、レンチンご飯もないの。レンチンご飯もね、そう、置いてないんですよ、うちに。レンチンご飯ちょっとにあんまり好きじゃなくて。緑野菜、あ、こんばんは。SEC さん、先ほどおへそ見えたので思い出したけど、おへそを中心には東洋医学のツボがあって、刺激して温めると冷えなどによく効きますよ。いつかエサマリア用ツボ押しとか動画で紹介してほしいですね。え？誰とく？なけまるさん、LINE ライブ配信飲み会ぜひやりましょう。あ、はい。それね、20日と21日にやりますので、皆さんオフ会、ぜひぜひ来てください。来てくださいね。うふってなった。見ないで。なーちゃん、何うるさい君は。かわいい犬。犬かわいい。ちょ、犬おさわり。だいぶおさわりは。なんだ今の。待て。待てだよ。青木さんが、そばにコロッケ食べたいね。そばにコロッケってさっき、あれ、青木さんだけじゃなくて誰かもいたよね。そば、そばってそば？そばにコロッケ入れると美味しいんですか？初めて聞いたなぁ。ライトさん、1万円使って最高級のコロッケ作るか、1キロコロッケ作ってみるからね。1キロコロッケマジやばそう。雑木林さん、揚げ物って罪悪感やばいのにやめられないんですよね。でもめっちゃコロッケ美味しそうだから、明日コロッケ買って帰ります。お、雑木林桃さんは女性の方ですか？嬉しいな、女子。確かに罪悪感やばいんですけど、もう本当に、私の体は本当は揚げ物とかバターとかなんか油でできてるから、もう本当やめられない、もうやだ。いや、コロッケでも本当に美味しかったな。私でもさ、あれ作ってみたい、小籠包作ってみたいんだよね。小籠包、そう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 。SE さん、誰得じゃなくて本当ですよ。後で心血で調べてみてください。はい、そうします。ライトさん、そばにコロッケいる人、はい。あ、そうなんだ。え、初耳なんだけど、私、そう、お蕎麦ってあったかい、あのさ、蕎麦とかに入れるの？ちょぽって。なんかさ、ほら、天ぷらとかさ、そういうのはわかるんですけど、さ、そう、入れるんだ。ブブちゃん。YKYK さん、こんばんは。また、飲食店からのパーソナルジムでのトレーニング生配信してほしいです。ありがとうございます。頑張ります、できるように。なりすけさん、究極のコロッケ作っても普通のコロッケがやっぱり一番うまいってなりそうじゃね。確かに。でもね、めっちゃ美味しかったんだけど、やっぱり何か物足りなさはもうちょっとあったね。そう、だからもうちょいなんか研究した上でちゃんとコロッケ作りたい、本当に。無理やし、明日配信されても見れないかもって。分かったよ、エルビスさん。青木さん、うん、美味しいよって。志村さん、コロッケそば美味しいって。やっぱそうなんだ。ハチさん、クラブハウスやってますか？やってないの、クラブハウス。そう、私、アンドロイドだから、なんかつけてる、この犬。そうそうそう。ハロー、ハロー、ハロー。行きました。またたこ焼き配信やってください。あ、たこ焼き配信やりたい、久々に。やりたいね、懐かしい。ライトさん、冷めたコロッケ。もうね、コロッケは冷めました。青木さん、小籠包いいね。必ず口の中、やけどするのを約束。いや、本当に。小籠包とたこ焼きは、マジでやけどする。いやー、てか、美味しかったな。本当美味しかった、コロッケ。いや、本当、マジで素晴らしかった。はい。いさちんが注目してる YouTuber は。どうかな。あんまり最近見てないんですよ。直樹さん、次はグラコロ作ってください。
マリアさんはマックは何が好きですか？あ、グラコロいいね。マックは、ダブルチーズバーガーが好き。あとポテト。あとグラコロ好きだよ、もちろん。雑木林さんが同じ女性でぽっちゃりでもマリアさんみたいに可愛かったらなって。そんなそんな。嬉しいです、女性の方。ウェルカムです。いつでも来てくださいね。嬉しいな。スケブラだーって。スケブラじゃないんだよ、フォックスシルバーさん。ロジスティックさん、黒の人が透けてていいよって。プリプリ肉球さん、こんばんは。久しぶりに来ました。お元気でしたか？プリプリ肉球さん、こんばんは。久々に元気ですよ、もちろん。バローさんがたこ焼き関西食べてほしい。いや、関西のたこ焼きほんと美味しいよね。ほんとに美味しい。行きたい。もうすでに行きたい。大阪行きたい。中村さん、初めて投稿します。ゆうじです。ゆうじさん、こんばんは。はじめまして。たこ焼きは SEC さん、久しぶりに3サイズ更新してほしいです。ウエストは細いところと太いところ両方で。ウエストね、3サイズね。エルビーさん、今度リアルオフ会するとき、ワツさんヘルプで来させたらって。ワツさんも事務所入ってるからね。なかなかね。ワツさん、メフィストフェレス。メフィストフェレスって何？うるさい、ブブチって。クラウドさん、こんばんは。はじめまして。初見です。はじめまして。プリプリニックさん、よかったなって。はい。バロさん、カモン、大阪。関西の人、どのくらいいらっしゃるんですか、今日。東京の人、関西の人たちは聞いて、東京なんだろう、西寄り、どっち、どっからどう分ける。なーに、今日は何時までライブやりますかって聞きますね。今日はですね、なーに、なんでそんなわがままなの今日。ダメでしょ君。し、今から、あ、平山パパさん頑張ってください、仕事。はい、関西人の人結構います？関西人の人、関西よりあの西の方結構いるのかな。ゴリゴリ大阪出す、たまらんちんって。ルルちゃん静かにしてくれる、本当にね。うるさいんだけど、うちの息子。うちの息子めちゃくちゃうるさい。あ、待って、粉チーズあったんだけど、ショック。ブブシ、かまってくれへんから怒ってる。いや、ほんとそうだよ、マジで。清水さん、いっぱいコメント読んでくれて嬉しかった。こちらこそです。いきまさん、オイラが初めて姉さんの話に休みに行った時が、たこ焼き配信だったので、ぜひお願いします。たこ焼きさ、うまくいかなくてさ、何回かやったよね。懐かしいね。またやろうね、ほんと。だって、未だにあの、プレートここにご健在だから、これ。これ、このプレート、そう。西です。岡山です。おー、岡山県！いいところですね。岡山県。クラウドさん、犬何飼ってるの？犬はトイプードル飼ってます。ブーチ、ちょいで。ブーチ、おいで。おいで、こっち。南市って、あ、ぶら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 。もうさ、抱っこされるタイミング分かってさ。そう、この子です。ブーチッチ。ブーちゃん、ブブチッチでーす。見て見て、向こう見て。東の方、東北。お、東北いいですね。雪すごいんじゃないですか、今年ね。え、風邪ひかないように。雑木林桃さん、コロッケはソーサーですか、醤油派ですか、それとも何もつけない派ですか。私は基本塩で食べたいって思うんですけど、今日のね、コロッケはソースかな。はい、とんかつソースが美味しかったです。プリプリさんがコロッケ作ったんですか、後からアーカイブ見ますね。見て見て、ぜひ。中村さん、ワンちゃん見たいって。クラウドさん、彼氏いるのって来てますね。それはご想像にお任せします。西でーす、多分。タカちゃん西だね、完全に。ケンスケンさんが初見です、冗談です。早っ。白いナツさん、関西です。あ、関西の人も多いですね。青木さん、ポテチのピザポテト潰してコロッケ作ってみたら、まじうままでした。それ絶対美味しい。私、ポテチだったら、そう、ピザポテトが一番好き。わかるわ。
渡辺おっちゃんさん、こんばんは。新潟の南魚沼市に来て米食べてください。あ、絶対美味しい、絶対美味しい。わあ、米食べたい、白米食べたい。中村さん、マイケルさんが後ろ向いてみてください。後ろはちょっとね、あとね斜めさん、自分東北です。お、東北、東北の方もいらっしゃいますね。志村さん、かわいい、ありがとうございます。クラウドさん、チャンネル登録してもありがとう。チャンネル登録ぜひね、よろしくお願いします。夕方さん、遅くなりました。皆さん、こんばんは。夕方さんライトさん、すごい、また臭いって言われちゃうよって。ブブチッチくちゃいんだもん。夕方さんが賞味期限また切れてたの。そう、賞味期限また切れてたの。2月4日まで卵。でもさ、なんだろう、賞味期限ってさ、なんか本当にいらなくない？いらなくないっていうか、なんか、関係ないけど、そして舐めないでくれる？ブーちゃん、ほら、やめて。ね。犬派、猫派。私は、犬派です。完全に犬です。でも猫ちゃんも可愛いよね。今日は雨でした。ななめさん、今日雨でしたか。そっかそっか。ライトさん、そろそろこの辺でおやすみなさい。ライトさん、ありがとうございました。クラスさん、マリちゃんとシークツ。私は27歳です。はい。ハチさん、僕は南です。ハチさん、南？違うでしょ。村上さん、はじめまして、まっちゃんいくつなんですか？ 8 歳です。7歳か？君何歳？ 7 ちゃん？7だよね。ちょっと、眠くなるのやめて。松熊さん。今日もめっちゃいい女でね、その魅力で胃袋をつかまれたら男として頑張れる。お、ありがとうございます。たかちゃん、高評価165だ。お、嬉しい！嬉しい、高評価。ねえ、ブブちゃん眠いね。なんだかんだ言ったマリア姉さんのアクリアグが一番ですよ。にきまるさん、ありがとう。雑木林さん、お菓子とかって洋菓子をよく食べますか？と、話変わってしまうんですけど、髪型めっちゃ可愛いです。ありがとうございます。お菓子に関しては、私、お菓子あんま食べなくて、なんだっけあれ。なんか食べる、甘いもの食べるとしたら、アイスですね。そう、アイスが好きで、アイスめっちゃ食べます。はい、髪型は、そう、もう私、なんかもう、巻き髪中毒みたいなとこあって、ストレートでいられないんですよ。そう。だから、すごい。常にこの髪型です。はい。まかない日って年に1、2回しかないかもしれない。そう。っていうくらいいつも巻いてますね。そう。で、最近は、ハイライトめっちゃ入れ。で、そうそうそう。なんか、明るくしてます。バロさん、賞味期限ギリで大丈夫だけど、消費期限やばいよね。ハチさん、賞味期限と消費期限間違えちゃいけないですよ。はい。バロさん、消費期限ギリはやばいよって言って。みんながマジレス。志村さん、お風呂に行きます。またお邪魔します。志村さん、ありがとうはい。中村さん、好きな音楽は何ですか？好きな音楽。いや、私、アラン・ウォーカーがすごい好きで、おととし、アラン・ウォーカー好きすぎて、シンガポールまで、ライブを見に、ライブというか、そうそうそう、クラブに行きましたね。クラブに行って、会いに行っちゃいましたね。懐かしい。アラン・ウォーカー好き。サノスさん、こんばんは。なりつきさん、こっから洗い物めんどくさいねって。そうなんだよ。本当にめんどくさいの、洗い物が。マジでめんどくさい。これやだね。なりつきさんやって。雑木林真央さん、アイスめっちゃ美味しいですよね。何味が好きですか？そう、アイスめっちゃ美味しいですよね。私は、なんかね、売ってないんですけど、タンパクトっていうアイスが売ってたんですよ。去年の、なんか夏くらいに。なんか、そう、タンパクトってヨーグルトとかにもあるんですけど、すごいタンパク質でできてるアイスで、なんか糖質が少なくて、タンパク質がすごい、まあ、多めっていう感じのアイスがあったんですけど、それのね、ヨーグルトレモン味だったっけな。めっちゃ美味しくて、もうあれ美味しい、食べたい。どこに売ってんの？ちょ、寝てんじゃん、この犬。そうそうそう。と、あとはですね、去年出たガリガリ君のチョコミント味がもう本当に美味しくて、そう、あれもやばいね。洗い物来週でよくね。夕方さんもそう思う。私もそう思ってた。来週でいいかな、洗い物みたいな。明日だけど。母さん、あいさつにやる気ないときどうしたらいいですか？どうするかな？
やる気出ないときは、どうするかな。なんだろう、やる気出ないときは、仕事に関して、私は結構負けず嫌いだから、なんかいろんな人を見て焦らせる自分を。そうするとよしってなる。やろうってなる。マリアちゃんと付き合いたいってクラウドさんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。なりすけさん、夕方さんあれだから洗い物やって。あ、本当にそれだわ。マジで夕方さんあれだから本当に洗い物やって。ヒグヒグダさん、白い恋人のアイス食べました。食べてない、アイスら美味しそう。白い恋人といえば北海道ですよね。フラノのさ、ラベンダーソフトクリームめっちゃ好きなんですけど、あれ美味しい。中村さんかいですね。ありがとうございます。バルさん、漏れなく家政婦でどうですか、僕。ほんと家政婦さん欲しい、最近思う。力丸さん、アイスはやっぱりローソン、アイスキャンデー。あ、そう、力丸さん、それも大好き。そう。アイスキャンデーのバニラ味っていうか、あれ美味しいよね。長い棒のやつも大好き、あれ。ハチさん、2020年、トゥモローランドのオフラインライブ、すごい映像、綺麗でしたよ。やっぱそうなんだ。私、いつかトゥモローランド、ほんと行きたいなと思ってて、そう、フェスなんですけど、ベルギーで行われてるフェスだよね、確か。ゆうかたさん、僕あれだから畳むのとかほんとぐちゃぐちゃになる。あー、かわいそうだね、ゆうかたさん。とか言って。ケンケンさん、最近の平日は何やってますか？最近の平日はもう仕事ももちろんやってますし、あとは、ゴルフやったりとか、なんかいろいろやってますよ、ほんと。はい、楽しんでます。エルビーさん、私の食生活はマリア氏の食生活から野菜プラス甘いものである。あら。あ、村上さん。ワンちゃん気になる。ワンちゃん気になるって。ワンちゃんね、もうね、おねむなの。もうね、眠くてしょうがない。ね。ね。今日でも寝たじゃん、いっぱいママと。眠いな、まだ。眠いんだって。ブラつけててエロいって。ほら、えち。金原さん、今日の洗い物がめんどくさいので、食洗機買いました。あー、食洗機いいね、確かに。母さん、うさちゃん、アドバイスありがとうございますって言って。青木さん、来週洗い物配信。うんうん。もうカピカピだわ。雑木林さん、ガリガリ君のチョコミント。私も大好きです。でも去年兄に最後の一本食べられました。また食べたいな。あー、待って、その家族にアイス取られる問題めっちゃわかります。めっちゃムカつきますよね。あれでもよく、わかってくれるのめっちゃ嬉しいです。あれほんと美味しかったな。ガリガリ君って美味しいんだよね。ほんと、なんかね、この家ね、多分ね、2ヶ月前くらいに引っ越してきたんですけど、ほんとね、めちゃくちゃ暑いのよ。そう。冬でも結構暖かいから、昼間は。多分相当暑いから、夜も暑いじゃん。だからまたガリガリ君食べて冷やしたいなと思う。お風呂入ってね。お風呂配信やった後ね。懐かしいね。4月5月から配信。もう1年経つのか。そろそろ。楽しみだな。杉尾のキャンってなんだろうね。行きましょう。ラータンパクト木更津なくなったのよね。そう。行きましょう。言ってたよね、それね。直樹さん、趣味をしてて何もないので常にぼーっとしている。趣味はね、私、ゴルフですね。完全にゴルフです。はい。ね。明日仕事なのでそろそろ失礼しますって。ななめさん、またね。ありがとう。田中さん、大ファンです。ありがとうございます。嬉しい。ハロー、ジャパン、フロンバングラデシュってきますね。ハロー。クラウドさん、メリアちゃん出身地どこ？私は東京ですね、出身は。はい。ゆうかたさん、ついにあれだからってかわいそうなやつになったのか。怒ってる。そうキュート、オールマイズ、テイクケア、アンド、ゴッド、ブレスって来てるよ。サトタクさんがいい電子レンジ。ありがとうございます。見えました、電子レンジがいいのか悪いのか。ハチさん、フェイティットと NCS だって、マリア知ってたって。知ってるよ私、NCS なの知ってるよ。だから、YouTube とかでも使えるんですよ、曲が。そう、知ってるよ。イケメンタンゴさん、こんばんはです。大好き部分を送るんだって。
ちょっとって。かわいいブブチチ。なりすきさん、かわいそうって言ってる。たかっちゃん、ゆらるさん、頑張れ頑張れ。エルビスさん、大の野菜嫌いな私。そう、嫌いだって言ってたもんね、エルビスさんね。力丸さん、マリア姉さんが、オイラかなり酔っているわ。なんでなんで、力丸さん大丈夫だよ。ホーク、イワシパワーさん、こんばんは、初コメントします。ちょこちょこ拝見してます。いつも楽しい配信ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。コメントもっとね、してください、ぜひ。ゆかたさん、同情するなら金をくれ。家なき子じゃん。里竹さん、ショック戦記いいですよね。人間は、文明の生き物、洗濯機を、あら、使わない人がいないように。あー、いいですね。確かにね、そうだよね。確かに言われてみればそうかも。ザキボイさん、ありがとう。アラン・コールさん、Which one because you are all ももせもも。あー、ももちゃんね。村上さん、ゴルフのスコアいくつくらいですか？一緒に来たですって。私は108とかですね。そう、最近108で、ベストが101で、今年は絶対に100を切りたいので、めちゃくちゃ練習に行ってます、今。そう。雑木林もさん、質問したら答えてくれるのめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。こちらこそです。ねえ、貴重な女性。田中さん、何歳ですか？ 27 歳です。クラウドさん、マリアちゃん、コロナ禍で毎日です。何して過ごしてる？でも意外と好きなことをやって過ごしてる気がする。そう、気をつけながらね、そう過ごしてますよ、ちゃんと。ハッピー、ハイって聞くのかな。カンさんが白黒からカラーに移行したように将来は360度配信になるかな。あー、面白いね、それもね。中村さん、髪かけ上げる仕草がセクシー。ありがとうございます。はぐれめメタルさん、こんばんは、セクシーですなって、ありがとうございます。カツさん、いつもマスクしてフードかぶっているよ、いつでも誰でもマスクをしてフードをかぶれば僕になるからって言った。そうなの、ハチさん、私も知ってるよ、それ。だから私は、アラン・ウォーカーってすごく、そうそう、なんかその、いい意味で平等なんだよね、考え方が。すごいそういうとこ好き。知ってたよ、ハチさん、もちろん。もうめっちゃ知ってるよ。夕方さんが、今日もセクシーですね。あ、タカさん、ありがとうございます。エルビさん、夕方さん、空と君との間にはって、家なき子だね、それはね。はい。竹マサーさん、ほんと一つ一つ丁寧に返事してくれるの、すごく嬉しいです。大好き。こちらこそです。ありがとうございます。ハチさん、何歳ですか？うん。多分、ハチさんとため、私。雑木林さん、可愛さと美しさの秘訣なんですけど、いやいや、そんなめちゃくちゃ恐縮な、そんな質問ですよ、ほんと。そんな全然何もあれですよねえ。夕方さん、エルビさん、本当は俺と同じくらいでしょ。やめなよそういうの。やめなよそういうのとか言って。あー、面白い。バロさんが、あかん、ジジイ眠くなってきた、先にあやつみしますって、また来ます、その時はよろしく。バロさん、またね、来てね、ありがとうございました。野口さん、さてさてお風呂に入ってきます。最後にマリアさんはスイッチ版のモンハンライズありますか？ちょっと私モンハンはやってないんですよね。そうだからちょっとやらないかな。どうもタカです、夕方さん。ホークさん、いつも多くの方々のコメントに答えてくれる姿とても寛大に感じてます、ありがとうございます。好きな男性芸能人の方は、私はもう反町隆史さん一択ですね、本当に。反町さん本当好き。橋さん、俺とマリアシくらいしかわからないマイナーな話して草申し訳とか言って、いやでもアラン・ウォーカー私も大好きだから本当に。橋さん、ありがとう。逆にケケさん、現在子供が高校受験中です、受験の思い出とかありますか？そうですね。ああ、そう思い出した、そうなんか高校受験の時は、そうなんかね、塾にね、夏期講習だけ行ったんだよね、頭悪すぎて。でもね、そう、高校になんとか3人に1人落ちる高校で、そう、結構倍率すごい人気な高校だったんですよ。そうでね、受かった。そう、しゅんさん、あっち向いて、はい、
あっち向いてほい。田中さん、栃木県、栃木県来たことありますか？ありますよ。あの、餃子食べに行ったり、日光東照宮とかで行きましたね。さきもりさん、好きなタイプはどんな人ですか？好きなタイプの、なんか、型があって、身長が185センチくらい。そう。で、がっちりめん。体重もがっちりめん。で、47歳、たかしっていう名前の人。そう。本当にそう、たかし。たかしって言いたい。ねえねえ、たかしさ、あのさ、ちょっとさ、あの、ティッシュ取ってくんないとか。ねえ、たかし、あの、ゴミ捨てに行ってくれない？いいよみたいな。なんか、たかしってよくない？たかしって呼びたいのよ。たかし好き。里崎さん、僕も食洗機最近買いました。あ、本当に？カレー鍋も一撃綺麗って書いてる。あ、そうなんだ。みんな買ってんだ。あ、そう。力丸さん、やっぱりマリア姉さん、明るいコメント返しが姉さんが好きです。力丸さん、嬉しいよ。ありがとう。臓器マヨさんが、質問たくさん答えてくださって本当にありがとうございます。眠くなっちゃったので、おやすみなさい。臓器マヨさん、ありがとう。ももさん、また来てくださいね、ぜひ。嬉しい。貴重な女子。何なの、ブブチちゃんって。村上さんが、これからも応援します。ありがとうございます。ぜひぜひ、お願いします。ハチさん、ポイズン。そう、ポイズンが好き。本当にそう。青木さんが、みんなの心の声を代弁しよう、ブブチッチ。そのポジション、俺と変わってよ。ブブチッチ。だって、シュンさんが。クラウドさん、ムラちゃん、それましたか？ビーチボーイズ見てた。あのね、記憶があんまりないんですよ。ビーチボーイズは、ね、あんまり見てなかったんですよね。そう。でも、他のドラマとか結構見ましたね。はい。たがちゃがどうも、反町たがしです。たがしさん。たがちゃん。エルビーさん、私はマリア氏、プラス1歳です。そうだね、エルビーさんね。里崎さん、匂いフェチですか？リセッシュとランドリング名。そう、なんでわかったの？私、超匂いフェチなんですよ。そう。どうも、反町たけし。じゃあ、たかしがいいんだって、たかし。ハチさんが、たかしはないかい？夕方さん。射程のたかし。じゃあ違うんだ。たかしって。射程じゃないのよ。ふみまるさんがマリアちゃんと飲めたら楽しいやろなーって。ほんと楽しいかなエルビーさん、クラウドさん、私は見てましたよーって。コーヒーブレイクさん、あ、こんばんは。ビートたけしでした。たかしだって。たけしじゃなくてたかし。あ、安藤さん、こんばんは。やっほー。クラウドさんが、あ、そうそうって言ってる。ケンケさん、先に強くなる方法教えてください。お酒は本当に飲めば飲むほど、なんか強くなります、本当に。うん。本当に、飲んで、潰れてでもまた飲んでって言ったらめっちゃ強くなる。アラン・コールさん、どのようにあなたの隣のドアハンドルにクリーニング製品をかけますか？私アイデアが好きです。これ、こういうところ、ドアノブ。あ、モンキーヒロさん、ね、寝てたの？やだ、寝ないで、こんばんは。クラさん、あんなおもろいのにって。ちょっと見返そうかな。ハチさん、GTO で誰が理想？いやー、ほんと GTO とかさ、ほんと最高だったよね。ソリマチタケのうち。ほんとに、好き。安藤さん、コロッケは？コロッケまだあるよ。食べる？コロッケ食べる？これあのジブリにあげようかな。ジブリ呼び出して、ジブリコロッケ食べるっつって、僕もマリアちゃんのこと応援します。若部さん、ありがとう。成助さんが、たかしがここにいないのかな。たかしっていう名前の人見てないの今。たかしーはーいわあ、インドネシアの方が来ます。ハローインドネシア、ハロー田中さん、またライブ楽しみにしています。いつも可愛くて素敵です。また遊びに来ます。田中さん、またね、ありがとうございます。力丸さん、うっとうしいおっさんですけど、よろしくお願いします。そんな、力丸さん、そんなことないよ。ほんとありがとう。グラドさん、マリアちゃん、髪型可愛い。ありがとう、髪型。すぐちゃんが駄菓子って言ってる。すぐちゃん。
明日もライブやりますか。明日はやれたらやりたいんですけど、明日は、ね、やれないかもしれませんね。はい、天狗さん、明るい顔が大好きです、ありがとうございます。ハチさん、お風呂掃除とかでよく使われます。お風呂た…あ、たかしがねたかちゃんかはーいたかちゃん、夕方さんがどうも天野たかしです。え、天野さんって天野たかしだっけ。え、ひろゆきじゃない。ちょっとモンキーヒロさんが、ヒロシはいます。ヒロシでもね、ヒロシ、死で終わる名前がいいな。なんか、し、し、たかし。たかし。まさし。まさしもいいね。まさしもいい。まさしーって。まーし。いいね。まさしもいいね。安藤さん、うさ、吊り下げ式のプロジェクターやったとき、あらじゃなかったんかいって。あ、そう、まだ買ってないの。そう。なんだっけ。そうなの、まだ買ってないのよ。萌えちゃんが、マリアさんこんばんは、サムネがセクシーすぎます。萌えちゃんこんばんは萌えちゃんだ萌えちゃん遅めの登場、珍しい。ハチさん、伝統工芸品などで重宝されていますたかし、あ、亀次郎さんこんばんは、はじめまして青木さん、この前 GTO 見てたら涙した、年のせいか涙危うくなってきた。いやー、ほんとさ、そうだよね、なんか GTO 泣けるよね、ほんと。あんな先生いたらいいよね、熱血な。セクシーって言ってる OR さん。金原さん、ヒロシですヒロシもいるのね。ヒロシいっぱいいるじゃん。中村さん、今日初めて投稿したんですけど、可愛さに一目惚れしました。ありがとうございます。なりすけさん、今日原田さんの風呂動画見て、クエン酸入れて風呂掃除したわ。あ、マジか。だよね、私もクエン酸買いました。そう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 。でも重曹を入れすぎると、ボコ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 ってめっちゃ出てくるから気をつけて。あれ、危ない。村上さん、あ、見ててくれてんの、村上さんも好きってきた。好き。ケンケンさんこんばんは、ソリマチタワシです。タワシかいペニペニさん、ミツルはダメですか。ミツルもいいよ。ミツルもいいね。ミツオとかオオもつくのもいいね。カタメロンさん、マリアさんはヤナパイと仲いいんですか。あ、ヤナパイ仲良しですよ。はいー、渡辺おっちゃんさんが、ハスパンダちゃんは誰ですか。誰ですか、誰ですか、誰だろうね誰と言われてもハスパンちゃんはハスパンちゃんですね。ハチさん、結婚雑誌として広く知られています。たかし安藤さん、うさ、今日はゲーム配信するから。今日はね、ゲーム配信はね、しまってん。はい、あ、でもしようかな、ちょっとだけ1時間くらいしようかな。あ、するわ、ゲーム配信しよう、この後みんなしよう。力丸さんが、あ、愛媛、行ってらっしゃい、力丸さん。え、力丸さん、お酒飲んでないの？大丈夫？お酒飲んでなかったっけ、力丸さん。愛媛に行ってくるって言ってるけど。お風呂入ってました。初見です。小林さん小林さんが作ってくれたバターナイフ、さっき登場したよね。萌えちゃんが、うさまいの校舎まだですかって言ってる。キャッバレた、萌えちゃんに。いや、まだじゃなくてあるんですけど、あとサムネを作ります。はい。すいません、萌えちゃん。もうさ、そう、ほんと言って、私に、うさまりの更新を早くしろよっつって、萌えちゃん、もうね。ぶぼうはね、もう本当に寝てるわ、ここで。やばいっつって言ってる、ぷにぷにさん。エルビーさん、マリアスね。そういうことエルビーさん言わないの。ね。コロッケの時はどうでしたか。ね、めっちゃ美味しかった、モンキーヒロさん。めっちゃ美味しかった、本当に美味しかった。ちょ、びっくりしちゃった、本当に。サクサクパンダ美味しいよね。じゃあゲーム配信しますか。 APEX シーズン8になったんで、ちょっと一緒に APEX やりましょう。このチャンネルではやらないんですけど、なんだっけあれ、ゲーム、うさまりゲームズ、うさまりやゲームズっていうチャンネルが概要欄にないかな。
そう、あのゲームチャンネルがあるんですよ。でそこでね、そう150人くらいしかいないんですけど、はい、よかったら Apex やってるよーっていう人は参加ぜひしに来てもらえたらと思います。はい、めっちゃ酔っ払ったわこれ。キューパーダメだ、ほんとバターナイフ使ってるよ、クマスさん。マレーシア、ハロー、マレーシア、みなさん、嬉しい。コロッケ食いてぇな。夕方さん、あげたいよ、ほんとに。ダイエット中の夕方さん。カンさん、うさち24時間配信して。めっちゃ寂しいじゃん。ハシさん、マザーロードだ。更新いつも楽しみに待ってます。ケンケンさん、こちらこそ。はい。マネー、あ、マネーさん、こんばんは。マネーさん、こんばんは。東京オリ21さん。マネちゃんかわいい、ありがとうございます。モンキーヒロさん食べたかったね、食べさせてあげた。コロッケほんと美味しかったよ。マリアネさん3時間でたら愛媛に着きました。あ、なるほどね、ちゃんとね、あの3時間大丈夫、いっぱい飲んだって言ってたから心配。はい、ということでですね、コメントも切れたので、そろそろはい終わりにしたいと思います。はい、この後じゃあ Apex シーズン8、あとウサマリアゲームズというチャンネルでやりますので、ぜひよかったら来てください。はい、私明日ゴルフなんでって言ってもまあショートコースなんですけどね。はい、ではでは皆さん、今日はコロッケ配信見てくれてありがとうございました。本当にね、美味しくできた、みんなのおかげで。で残ったね、この2個のコロッケは明日の朝、朝からご飯を炊いて食べたいと思います。はい。ね。ちゃんとね、写真撮っとくよ。撮っされちゃった。大丈夫かな。はい。ということで、じゃあ、ウサマリアゲームズの方で Apex 一緒にやりましょう。参加できる人は、ぜひぜひお待ちしてます。ではでは、今日はありがとうございました。あの、初見さんは特にチャンネル登録よろしくお願いします。あと、グッドボタンみんな、まだ押せない人は押してください。はい、ではまたね、バイバーイ、ありがとうございました、ピースするよ、ピッ。